皆さん、こんにちは。好きを仕事にする大人塾、笠子塾塾長の笠子と申します。今回、朝活富山のセミナーレポということで、ボードゲームが日本の未来を変えるということで、講師の嵐貴博さんの、セミナーレポをお届けしたいと思います。まあ、ボードゲームね、皆さん、いろいろ人によって全然違う。ボードゲームっていう人もいれば、いや、ボードゲーム今流行ってんだよね、みたいな感度の高い人もいれば、いろいろといると思うんですけど、いろんな可能性が広がっているというですね、セミナーでしたということです。で、まずで、もう、とにかくね、これがすごいんですけど、いや、ずっとボードゲームやってました、ボードゲームの制作会社ですっていう人じゃなくて、今までというか、これまでもそうなんでしょうけど、ダンスのサルサのインストラクターでしたと、ただコロナ禍でボードゲームに出会ったんですということで、まあ、言ってみればその、ね、ボードゲームと全然関係ない人が、つい最近ボードゲーム知って、何これすごいじゃんっていうことに気づいたっていうところに、私的には話の説得力がすごいあるんじゃないかなと思うんですね。で、当初は別にボードゲームなんか楽しいよね、コロナ禍で暇だからね、面白いよね、みたいな感じで遊んでいるだけだったにもかかわらず、なんかこれ遊びじゃなくて仕事になるんじゃねみたいなことに気づいたということで、まあこれはねすごいんですけど、これこの方がということではなくて、まあボードゲームがこういうふうに使われてますよっていう、実際にですね、こういうゲームがあります、こういうゲームがありますっていう、なんかいろいろ驚きのゲームとか紹介されて面白いので、まあ今日 興味のある方は動画視聴していただければと思うんですけれども、まあ、地元の観光地アピールに使ったりとか、ご当地ボードゲームがあったり、まあ、この辺はなんとなく想像がついてもですよ、企業の社員研修とかですね、自社製品の紹介、さらには子どもの教育にも使えるということで、いやー、これめちゃめちゃすごいじゃないですかっていうことですよね。で、なんか僕思うんですけど、ゲームができる人って多分仕事できたりとか、まあ、ゲームの種類にもよりますけど、なんていうか、その面と向かってただ、なんていうか、機械相手にやるゲームとかじゃなくて、やっぱこれ、ボードゲームっていうのが多分ポイントで、機械相手にやるんじゃなくて、人がいてやるっていう、しかも複数人いてやるっていうのって、やっぱりなんかそのコミュニケーション能力とか、あとは戦略とか、論理的な思考とか、その勝つために何をするのかっていうビジネス脳を育てたりとか、多分ね、すごいね、いろいろいいと思うんですよねっていうのは、私思うわけですよっていう可能性をね、具体的な事例で紹介してくれるということで、まあ、ボードゲームね、本当に純粋に遊びとしてのボードゲームとしても、すごいブームになってますし、で、ボードゲームを作るという人たちもたくさんいてブームになっていますけれども、それだけじゃなくて、そういう教育現場に使う、研修現場に使う、それから、観光誘致とかね、地元を盛り上げるために使っているということで、こんなすごいことになっていたんだっていうのを具体的なゲームなどを交えてですね、事例を紹介する講座、セミナーとなってますので、興味のある方は、動画視聴まだ申し込みできるみたいなのでご覧いただければなと思います。まあ、それにしても、ボードゲームすごいということで、ゲーム侮っちゃいけないよということで、ゲームはね、本当に、何度も言いますけど、これは個人的な感想ですけど、ゲームをできる人は、ちゃんとね、なんていうか、ビジネスとか仕事とかできる人多いと僕は思っていて、逆にゲームやってもダメな人とか、トランプとかやるとわかるんですけど、僕、トランプの、ごめんなさいね、僕もセミナーレポとかちょっと離れますけど、ナポレオンっていうトランプのゲームやると、それやっぱ人で戦略で勝つみたいなゲームやると、本当にわかるんですよ。やっぱ、この人能力あるな、仕事できるなっていう人だ、この人全然ダメだっていう人と、いや、だから、まあ、そういうのを、だからできない人ができるために鍛えていくっていうのは多分ゲームってすごい良くて、もう、しかも、そのね、なんかお勉強せず、遊んでる感覚でそういうビジネス脳とか仕事能力とかコミュニケーション能力が身につくっていうのが、やっぱりゲームの素晴らしさなんじゃないかなというふうに思います。